ヘールストームはアメリカ合衆国出身のハードロックバンド、リジーとエアジェイのヘール指定を中心に結成。バンド名の意味は激しく降る表。1997年、当時13歳と10歳だったヘール指定によって結成。二人とも5歳からピアノを習い始めていたが、やがてエアジェイはドラムに、リジーは1キーターを弾いていたが、16歳からギターに転校した。 2000年に最初の EP、Don't Mess With the Time 1を発売。2003年にギタリストのジョー・ホティンジャー。翌2004年にベーシストのジョシュ・スミスが加入し、現在のメンツが揃う。ちなみに、ジョシュが加入するまでは、ヘール指定の父親がベースを担当していたという。2005年6月28日にアトランティックレコードと契約を結び、EP、One and Doom をリリース。 デビュー当時2009年4月28日にセルフタイトルのファーストアルバムヘルスドームをリリース。ファーストシングル I Get Off がラジオでのヘビーローテーションされる。11月後半にセカンドシングル It's Not You のミュージックビデオと音源を発売。2010年初期にはラブ・ヘイト・ハートブレイクのミュージックビデオをリリース。最新シングルはファミリア・テ a r Taste で ミュージックビデオが2010年8月10日に公開された。2010年10月に発来日し、17日に、ラウドパーク10に出演。2012年、セカンドアルバム、ザ・ストレンジ・ケース・オブをリリース。2013年8月17日、19スアニュアル、キャンプ・ハンセン・フィスティバルに出演。2015年、サードアルバム、イントゥザ・ワイルド・ライフをリリース。 2018年、ホースアルバム、ビシャスをリリース。2019年3月21日、ダウンロードフェスティバルジャパンに出演。同年12月には単独での来日ツアーを開催。2020年5月時点リジーは、ギブソン製のギターを愛好することで知られ、フライング V、エクスプローラー、デスポールカスタム、ファイヤー、エアジェイは、ラディック製のドラムセットに、ジルジャンにシンバル、 プロマークのドラムスティックを使用。トントメイスウィズザタイムマンタイムマンこっち13分、ポジョークルー4時30分、インタレスティング4時38分、アズザイーグルフライズ6時40分、ウィングス4時、ユーア,アイクッドフライ5時7分、ワン＆ローニーピー、イッツのという3時43分、ザハンド3時42分、照明4時12分、ブルーアイズ4時18分、 テイクスマイライフ f 4時3分ライブインフィリー 2011tsnot you 5時55分イノセンス4時14分ベッド、ユーウィッシュユーハットメバック3時34分ラブヘイトハートブレイク5時24分アイアイムノットアンエンジェル4時41分ファミリアテイストオブポイズン5時18分ブームシティ5時21分ナッシングツードゥーイズラブ4時8分ダーティーワーク3時48分 I get off 3時49分テル、メウェアエットハーツ4時7分ベターソーリーザンセーフ、342I get off 2009ラブ、ヘイトハートブレイク2009ッツノ not you 2009ファミリアテストオブポイズン 2010? ありがとうございます。